はい、こんにちは、森です。今回は時短で作れるまかないパスタを紹介します。今回作るのが即席ミートソースパスタです。普通のミートソースパスタはなんとなく作るのが面倒で30分くらい煮込まないといけないイメージですよね。でも今回作る即席ミートソースパスタの調理時間はなんと10分ちょいです。ソースを煮込む時間が3分くらいなのに、レストランで食べるような美味しいミートソースパスタが作れます。ミートソースパスタが好きな方はぜひレシピを覚えて作ってみてください。今回もパスタを美味しく作るためのポイントを詳しく解説していくので、よかったら最後まで見ていってください。それじゃあ早速作っていきます。今回使う食材がこちらです。詳しい分量は動画の概要欄に記載してあります。そしたらまずトマトの下処理をしていきます。今回はガスコンロの火を使ってトマトの表面を焼いて皮を剥いていきます。トマトがこれくらい焼けたら冷水につけて皮を剥きます。皮が剥けたらトマト1個を4分の1カットにしておきます。次にニンニクの下処理をしていきます。ニンニクは潰して皮を剥くだけです。今回玉ねぎは1人前で2分の1個使います。玉ねぎの食感を少し残したいので粗めのみじん切りで大丈夫です。そしたら包丁を使う仕込みはこれで終わりなので、パスタを茹でてソースを作っていきます。パスタを茹でるお湯には 1% の塩を入れます。塩を入れることでパスタに下味がついてソースと馴染みやすくなります。今回使うパスタはバリラの 1.8mm のスパゲッティで、表記の茹で時間が9分なので8分間茹でて、残りの1分はソースと和えながら加熱していきます。フライパンにオリーブオイル 30g とニンニクを入れて強めの中火で加熱します。ニンニクが柔らかくなってきたらフォークを使って繊維をほぐすようにして潰します。そしたらここに合挽き肉 200g を入れます。合挽き肉は強火で完全に火を通します。玉ねぎを加えます。玉ねぎはしんなりするまで炒めます。トマトを投入して塩少々を加えます。塩を加えることで食材から水分を出して旨味を引き出していきます。トマトは柔らかくなってきたら潰しながら炒めます。だいたい1分くらいでいい感じのソースになるので、ここに砂糖 5g を加えて2分ほど煮詰めていきます。2分煮詰めたら茹で汁 40g を加えて少しソースを伸ばして、最後にバター 10g を加えたらソース完成です。そしたらパスタとソースを和えていきます。まだパスタが少し硬いので、最初の1分間はパスタにソースを吸わせます。この段階で味見をして、もし薄ければ塩で調整します。仕上げにエクストラバージンオイルを一回しかけてなじませたら完成です。はい、これで即席ミートソースパスタの完成です。それでは盛り付けていきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。これはレストランで食べる味ですね。ひき肉をたくさん入れたのですごく肉々しいんですけど、生のトマトを使ったので
すごく爽やかで重たくないです。最後まで美味しく食べられる味です。玉ねぎの甘みとバターのコクがすごくいい感じです。それじゃあ今回は即席ミートソースパスタを作りましたが、すごく美味しかったです。10分ちょいで作ったとは思えないくらい奥行きのある味でした。生のトマトを使うと本当にフレッシュですごく美味しいので、興味のある方はぜひ作ってみてください。それじゃあとはゆっくり食べていきます。ご視聴ありがとうございました。